アメリカなどがイスラエルとレバノンの新イラン民兵組織ヒズボラに停戦を求める中イスラエルのネタニヤフ首相は停戦を拒否し戦闘を続ける姿勢を鮮明にしていますニューヨークを訪れたネタニヤフ首相は26日目的を達成するまではヒズボラを全力で攻撃し続けると強調し停戦に応じない姿勢を示しました 27日に国連総会の一般討論演説で自身の立場を表明しますイスラエル軍は26日もレバノンの首都ベイルートを空爆しヒズボラの幹部を殺害したと発表しましたレバノンとの国境地帯では地上侵攻を視野に入れた演習を実施するなど構成を強めています